皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今日も素敵な、ピアノの弾き語りでシンガーソングライターの、武藤ハンナさんをお迎えしております。では早速、彼女の歌声をお聴きください。こんにちは、武藤ハンナと言います。私は曲を少し書いているんですけれども、今から歌う曲はですね、高校生の時のことを思って書いたんですが、まあ実は高校生の時に少しずつ体調が悪くなって、まあ自分では自律神経失調症だったかなというふうに思ってるんですけれども、お医者さんとかからは特に何か言われたわけではないんですが、そういうことで普通だったらこう高校を卒業したら大学とか専門学校とかそういうふうに進んでいく道が、まあ、大体、まあ、普通の考え方かなと思うんですけれども、そういう道を選べなくて、そうですね、寮生活をしていたんですが実家に戻ったということがありました。その時に、本当に聖書を読んで祈って神様にどうしたらいいですかっていうことをすごい求めていたんですけれども、その時に神様が本当に私のことを心配してくださっていて、そして未来のこともすべて神様が決めてくださってるから大丈夫なんだよっていうことを知って、本当に神様に感謝して、それでその思いでこの曲を書いたんですけれども、温かな光という曲で、こう何か悩んでる進路とかで悩んだ時に神様はいつもそばにいて、もうすでに未来のことも計画してくださっているっていう思いにいつも立ち返りたいなと思って書いた曲です。聴いてください。道に迷ってた、どう進めばいいのって、人の言葉にいちいち傷ついてた、必死で選んだ今を生きたくて、 yeah, yeah, yeah. 柔らかな光私を包み、確かな思い出
はい、ということで改めましてこんにちは。こんにちは。はい、はなさんは、はい、自分で曲を書いて、はい、はい、先ほどの曲なんですけど、そのご自身のその体験を元に書いて、はい、はい、そうなんです。なんか22歳ぐらいの時の感情なんですけれども、うん、こう高校生の時のことを振り返って書いたような、はい、曲です。今でも同じようにね、引きこもりっていうか、そのまあ思春期で本当に傷ついてる人がいる中で、すごく励ましになるなっていうふうに思ったんですけど、なったらいいと思うんですけれども、自分が本当に聖書によって励まされた、もうそのままなので、うんうん、みんなにこう当てはまるかって言ったらどうなのかちょっとわからないんですけれども、でもこの体験がまたどなたかのこう励ましになったら、それは本当に嬉しいことだなと思ってます。やっぱりその抜け出したそのきっかけっていうのは、うん、具体的には何かあるんですか？そうですね、祈りですよね、うん、なんかこう神様とのこの祈りの中でこう建前で祈らないっていうことを始めていった時に、うんうん、もうそれこそこんなこと神様に言っていいのかなっていう言葉遣いとか、うんうん、そういう感じで祈り始めた時に、なんかこう要するに文句ばっかりとか、うんうん、祈りじゃないですけどね、うんうん、そういうような時でも神様は愛してくださっている、そして私の未来を用意してくださっているっていう、その大切に思ってくださってるっていうのがこう吐き出した時にこう入ってきたっていう感じですよね。まあ、祈りはね、神様との対話っていうから、うん、やっぱり本当に何だろう、建前を取って、うん、そのどんな感情でもぶつけるっていうのは本当に必要なんでしょうね、うん、そうですね、そのぐらい神様は大きい方だなっていうのをその時に知れて、最初、うん、旧約の時代だったら雷に打たれるのかなってちょっと思うぐらいのことは、うんうん、やったと思うんですけど、はい、でも、まあ、でもね、詩編の中でもすごくダビデがこう神様に対してなんでですかとかね、すごくこうそういう怒りだったり、そういう悲しみをぶつけてるから、やっぱりそういう痛みとかそういうものも神様にね持っていくのが正しいんでしょうね。そうだと思います。本当にそういう体験をさせていただきました。曲を書いたりとか、音楽を始めたりっていうのはずっと前から知ってたんですか？22歳の時に東京に来たんですけれども、はい、その時に学校に、専門学校に入らせていただいて、元々の出身は浜松なんですね、はい、その前にもちょっと転校とか引っ越しとか結構あるんですけど、浜松にいたんですが、はいはい、出てきて、それで、まあ、22歳から初めてこうなんか基礎を教えていただいて、うんうん、あ、こうやってやったらメロディーができるんだとか、うんうん、そういう感じから始めです。はい、ゴスペル音楽院も学ばれたということで、はいはい、やっぱりそこでは、すごくなんかいい刺激になったというか。ありましたね、本当に。本当に一流の先生方がおられたので、うん、もういろんな、しかもゴスペルとか、うん、もうクラシックとかジャンルが違う中から、皆さん先生がそれぞれに一生懸命伝えようとしてくださるので、こっちは受け止めきれないんですけれども、うん、でも卒業した後もその情熱が残ってるので取り組んでいこうっていうことで、うん、すごい感謝ですね。今はね、ワーシップジャパンって名前を変えて、でもまた本当に地方で、うん、出張したりってことをしてるみたいで、なんかその卒業生がね、だんだんまた活躍していくのもすごく楽しみですね。そうですね、はい、今でも交流とかはありますか？そうですね、交流持たせていただいてる方は、うん、いっぱいいまして、もっとみんなと連絡取りたいんですけれども、うんうん、はい、ぜひまたそういうお友達も紹介してもらってそうですね、はい、じゃあ、また2曲目、3曲目と、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。次の曲は命という曲なんですけれども、
命という曲を作ったきっかけというのが ある方の姿を見ていて、なんか命って大切だなっていうすごく漠然としたものだったんですけれども、なんかその人に何かを伝えたくてこれを書いたっていう、直接的にそういうことではないのかもしれないんですけれども、本当に命って、一人の命ってすごく尊いものなんだなっていうことを感じて、本当に大切にされてもう行くべきものなんだよなっていうふうに感じて書いた曲です。そしてプレシャスという曲も賛美するんですけれども、それは聖書の中にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという、神様が私たちに向かってそのように本当に、存在を本当に抱きしめてくださっている、そういう言葉を語ってくださっているっていうのがありまして、それを曲にしたものがあります。それを賛美させていただきたいと思います。Oh,
ありがとうございました。ありがとうございました。プレシャス、はい、本当にいい曲ですね。いやもうピアノを弾いていただいて引き立てていただいたので、いやいや本当になんか本当に何でしょう、耳に残るっていうかね、ずっとこう歌いたくなるような、だからこれからどんどん歌い継がれてほしいなって。そうですね、本当にメロディーも簡単ですし、歌詞もそんなにたくさんつけてないので、皆さんがもう本当に自由に使っていただけるところは本当使っていただきたい、と本当に思ってますね。これからのハンナさんのビジョンとか目標とか、はい、そういうのはありますか？そうですね、私のビジョンは今やってることってなんか考えるとたくさんあるんですけれども、ジムのこととかいろんな仕事をしてるんですけれども、最終的にどこに行くんだろうってこう私も考えたんですけど、最終的にはやっぱり神様素晴らしいんだよっていうことを、こうどの道具を使ってもやっていきたいっていう、でそしてもうどこでこう神様がこれ一本でやりなさいっていうか、この3つ使いなさいっていうか、それはもう神様に任せて、私はちょっともうわからないんですけども、はい、そんな感じですね。もうなんかね、本当にほんわかしたキャラクターが本当に何でしょう、
その歌の活動を通してもね、その語りを通してもなんかこう癒される、なんかそういう人たちがたくさんいるんじゃないかなと思ってCD とかを出す予定とかはないんですか？はい、今取り組んでるんですけれども、なかなか課題もありまして、まあ、感謝しながら一個一個やっていって、いい時に本当に出させていただきたいと思ってます、ね、ぜひはい、いい CD を、みんな多分待ってますのでそしてプレシャスをね、はい、ぜひ入れてください、はい、最後に、出演者に聞いていることは、花さんにとって賛美とは何ですか？はい、私にとって賛美とは神様とのコミュニケーションです、はい、じゃあ本当に祈りのように神様に向かっていく。そうですね、やっぱりこういう風に歌ってほしいって言われたその形を歌っていけたらいいなっていう、そのためにはどういう風に神様が歌ってほしいと思われてるのかっていうのをこういつも同じ曲であってもその時その時で聴けたらいいなって思ってます、はい、ぜひこれからも、ね、たくさん曲を書いて頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。番組を見てくださっている皆さん本当にいつもありがとうございます。今日は、ハンナさんをお迎えしました。本当にですねピュアな、心で神様に向かったその曲作りをして、とても心温まる曲と歌声で私も励まされました。ぜひ皆さんも日々の生活で賛美をしながら励まされていってほしいなと思います。またぜひ我が魂の賛美のホームページを見て皆さんからのリクエストや要望などをお受けしています。それでは次週また我が魂の賛美でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。